滋賀短期大学大津市京阪瀬瀬駅徒歩15分幼児教育保育学科生活学科ビジネスコミュニケーション学科デジタルライフビジネス学科。幼児教育保育学科の偏差値は39から41です。この学科の特徴は、1、幼稚園教諭に主免許状と保育士資格の両方を取得。2、ピアノ未経験者のための入学前教育プログラム。3、男女共学で時代のニーズに合わせた保育者としての学びを体験。生活学科の偏差値は39から41です。この学科の特徴は、1、2年間実践経験しながら資格取得。2、栄養のプロを養成するカリキュラム。3、プロのパティシエによる直接指導で実践力を身につける。ビジネスコミュニケーション学科の偏差値は36から38です。この学科の特徴は、1、入学後にコース、ユニットを選ぶことができる。2、取りたい資格が取れる。3、実社会で役立つ実践的な学び。デジタルライフビジネス学科の偏差値は39です。この学科の特徴は、1、新しい時代の生活やビジネスを生み出す力を身につける。2、未来に直結する実践的な授業。3、デジタルとデザインのコラボで新しい働き方を生み出す。滋賀文教短期大学長浜市 JR 田村駅徒歩7分です。国文学科と子ども学科があります。国文学科日本文学コースの偏差値は34です。この学科の特徴は、文学を通して世界や自分を知り豊かな教養、古典から近現代までの日本文学や文化、言語、幅広い知識と教養を身につける。自らの考えを的確に表現する力やコミュニケーション力、課題発見、解決力を向上させ、自立した社会人を目指す。子ども学科保育士養成コースおよび小学校教諭養成コースの偏差値は34です。この学科の特徴は、保育士養成コースでは保育士資格と幼稚園教諭免許が同時に取得可能。小学校教諭養成コースでは小学校教諭免許が滋賀県内唯一の2年間で取得可能です。琵琶湖学院大学短期大学部東近江市近江八幡駅からスクールバス18分。ライフデザイン学科健康福祉コース、児童学コース、キャリアデザインコース。ライフデザイン学科児童学コースの偏差値は40から42です。この学科の特徴は、幼稚園教諭に主免許状と保育士資格の両方を2年間で取得可能。幼稚園教諭に主免許状や保育士資格を取得するため、指定の施設や園で一定期間実習を行うことが必要。各実習ごとに行う事前指導や実習中の巡回指導など手厚くサポートしていくので、安心して実習に臨むことができる。ライフデザイン学科児童学コースで主に目指す免許と資格は、幼稚園教諭に主免許状、保育士です。取得可能な免許資格が準学校心理士、社会福祉主事任用資格です。本学が認めている資格が琵琶学幼児教育特別支援士、琵琶学幼児教育支援士です。ライフデザイン学科健康福祉コースの偏差値は36から38です。この学科の特徴は、滋賀県で最も長い歴史を持つ介護福祉士養成校、必要な温かい心と確かな介護技術、医療系の知識もしっかりと指導。介護福祉士受験資格に加え、新たに健康管理士一般指導員の受験資格取得を目指すことが可能。ライフデザイン学科健康福祉コースで主に目指す免許と資格は、介護福祉士、健康管理士一般指導員、受験資格です。取得可能な免許資格が福祉住環境コーディネーター、社会福祉主事任用資格です。ライフデザイン学科キャリアデザインコースの偏差値は38から40です。この学科の特徴は、滋賀県での広いネットワークと確かな就職実績、公務員や地元企業など地域社会で即戦力として活躍できる人材を育成するため、公務員や地元企業など地域社会で即戦力として活躍できる人材を育成するため積極的に学外実習を行い、地域社会の在り方、課題を探り解決に向けたアプローチを研究、地域振興や地域ビジネスに役立つ力を習得する。ライフデザイン学科キャリアデザインコースで
主に目指す免許と資格は IT パスポート、FP 技能士、リビングスタイリスト、販売士2級、3級、DTP 検定、インテリアコーディネーター、カラーコーディネーターです。取得可能な免許、資格が福祉住環境コーディネーターです。琵琶湖学院短期学部を卒業したら、嬉しいことに4年生の琵琶湖学院大学の教育福祉学部への編入という道もあります。短大卒業生は大学の入学金全額免除となりますが、他の大学に編入希望の場合は別途入学金が必要になりますのでご注意ください。近畿職業能力開発大学校附属、滋賀職業能力開発短期大学校、近江八幡市 JR 篠原駅徒歩10分です。生産技術科、電子情報技術科、住居環境科があります。こちらの短期大学校は厚生労働省管轄の国の機関ではありますが、専門課程の修了生が国家公務員に採用された場合には人事院規則により短大2年卒、応用課程の修了生が国家公務員に採用された場合には4年生大学卒として任用され、多くの企業もこれに準ずる扱いとなります。生産技術科の特徴は単に機械の操作法を身につける職業訓練や専門分野の知識を研究する学問ではなく、発案から設計製造まで現実のものづくりに即した総合的な学びであることと、質問しやすい教授との距離、少人数教育だから何でも相談できる環境です。機械で機械を作る知識とスキルを学ぶ学科で、入校後半年でものづくりに必要な基本的な機械の操作を身につけ、後半からは総合的なものづくりを通じて学ぶ。例えば総合制作実習 1A、 3人ごとのチームに分かれ、1年生の10月から半年かけてスモーロボットを制作して強さを競う。制作ではなく製作、製造技術だけでなくアイデアや発想力の養成までを含み、ものづくりの楽しさが体験できる授業で、図面担当、工作機械担当などの役割を分担、チームとしてのコミュニケーションの訓練にもなり、企業現場での OJT 仕事を通じての訓練に近い形の授業が中心。電子情報技術科の特徴は、実習機やパソコン、そしてデバッカーなどの開発ツールを整備して学生一人一人にマイコン開発環境を用意。一般では使えない計測機器や基板加工機などを自由に使える環境。誤回路を自分で設計改良。プログラミングやシステム設計までハードとソフトの両面が学べる。電子情報技術科では、目まぐるしく進化する技術社会の中で活躍できる技術者を養成する。組み込み技術として、電子回路の基礎からプリント基板製作、マイコンなどの制御プログラム、ネットワークについて幅広く学ぶことができる。昨今のデジタル家電やスマートフォンといった機器にはコンピューターが内蔵され、それを動かす膨大なソフトウェアが組み込まれている。また、そういった機器のほとんどがネットワークに接続され、多くの情報を利用しています。そのため組み込み技術においては、ソフトウェア、ハードウェア、そしてネットワークもバランスよく理解できる技術者を企業は求めており、あらゆる産業分野で活躍することができる。住居環境科の特徴は、修了時に2級建築士の受験資格が、卒後4年間の実務経験を経れば1級建築士の受験資格が得られ、大卒と同じ時期に資格取得が可能。登校終了後、応用課程に進んだ学生の8割近くが在学中に2級建築士を取得。現場を熟知した資格職として企業から高い評価を受けている。住宅からマンション、商業ビルまで、あらゆる建物が作れるテクノロジスト養成を目指し、企画、設計、施工を一から指導。そのため、カリキュラムも建築士や住居論からコンピューター、CAD までと幅広く、半分以上が実習。一つの建物を作るのに28の分野の職人たちを束ねる必要があり、施主との折衝も不可欠なため、人間力は重要なスキル。実習ではコミュニケーションなどの人間力も養成。設計士、
職人、現場監督になりたい人の近道です。夢を夢で終わらせない。取得した技術は必ずものづくりパワーとなる。実験・実習に重点を置いた実施マトカリキュラムは、徹底した少人数の教育訓練で個々の能力を引き出す。2年間であなたもプロになる。今回は滋賀県の短大4校をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。受験生の皆様の少しでも参考になれば幸いです。